おはようございます。ギレット申します。というわけでドラゴンクエストモンスターバトルのビクトリー実況プレイ、今日も始めていきたいと思います。ですね、前回お伝えしました、敵がめちゃくちゃ強いですそうなんですよ。ストーリー上は上級職の大会に挑もうってなってるんですけど、いまだ下級職、ストーリーも進まず、ただレベル上げの日々を送っております。まあね、といってもね、いろんなチームとかモンスターを紹介したいっていう部分もありますのでね、まあそういうわけで今回は実況を撮ってます。今回はね、別の職業でプレイしたいと思います。おお、いや何度見てもこの椅子いいないやこの椅子何度見てもかっこいいわ。おお、しかもモンスターもちゃんと変わるんだね、こうやって。これ大会によってちゃんとモンスター変わるんだね。いいね。というわけで今回はですね、あ、そっか、言ってくるか。そう、最強僧侶決定戦。ね、私まだね、僧侶と魔法使いなのでね、してない職もありますんで、今回は僧侶でプレイしていきますよ。さあ、モリーですよ。モリーさん、久しぶりです。ついに最強の僧侶を決める時が来た。お前、いつも同じこと言ってんのかなやっぱり。毎日同じこと言ってません、あなた。おー誰一応ね、街で話せる人たちに一応います、この人。すんごい名してんな。君はついてないね。バトル少年の最強の僧侶という僕と同じ大会に出るなんて。ま、そりゃ僕しかいないんだけどさ。またモブが。ねえねえ、魔物使いのさ、二人で何だったの一人ばっかじゃん。よし、行くか。お願いします。さあ、一回戦。まずはどんなチーム出てくるんでしょうね。僧侶っていうんだよね。一応僕ね、メジャーなのは知ってるんですけど、さあ、どうだ。ああ。シードヒップか！シードヒップはいいモンスターだぞ。完璧。もう決めてあるんですよ、私のチームだと。では、行きまーす。なかなか僕の主人公演出ないからね。で、僧侶になったため、祝福の杖。そして、聖堂の盾。物理対策ですね。そして、ごめんなさい、ローブこれしかない。僧侶ティア、誕生です。さあ、音も紹介します。イデオ、シールド小僧と、リリパッド。お互い技が変化しました。スイートによると、ホイミー。シールド小僧、ほんとお世話になってるわ。こちらね、人間チームということで相性は力アップ。そして僧侶パーティー、HP と賢さアップです。二重相性ですね、こちらも。準備は万端です。いきまーす。さあ、こちらのパーティーね、僕のパーティーは結構ね、初心者向けのパーティーなんですよ。使いやすくて。入手も簡単なんですよね。そういうパーティーなんでね。まあ、結構お試しに使いやすいパーティーでやっていきたいと思います。まずは会話切り込みますよ。さあ、誰が先かな。シールドヒッポー、パーフェクトガード。これは立ち塞がると一緒の効果です。目の前に立って一体に攻撃を吸い取ります。さあ、問題はこれあんま効かないかもな。身の守りすごい高いからね、シールドヒッポー。あー、強っ。マジかよ。シードヒップ買った。ついばむ。あー、避けないか。あー、痛いな。よし、ナイス。バギマンオッケー。バギマンなら、シードヒップにはそこそこ行くはずやで。はい。素晴らしい。いいね。シードこそ、ホイミーで回復しました。ライさん、どうぞ、ホイミー。ライサーのザホイミで回復しますよ。激流なんだよ、その、なんか水の技が強くなりそうだな。うおぉ、水が。よっしゃ、じゃあ行きますかね。このお試し僧侶パーティーの強さを見せてあげますよ。お、マジか。お前で耐えれんの？てか、ガードできないの多分これ。では行きましょう。三位一体。皆さん、準備のほどお願いいたします。そうするとね、主人公を回してみんなで踊り始めます。
究極戦攻時も魔法意味合体技で発動、ホイミ系3体で発動する合体技です。こちらいきますよ。かっこいいこれがお試しソウルパーティーといわれるゆえんです。ドーン熱いよ勝負ありめちゃくちゃ強いですよ、この技が。魔法意味超強いから、本当に強い魔法意味や。すげえ早かったな、2ターンキルだよ。なんだ、ドラゴンキッズとクックルーか。なるほどね。クックルーはね、ソウルと相性がいいモンスターですよ。さあ、これはミニモンスターチームが発動してるか。ソウル相性発動させてあげてくれよ。こちらもパーティーはほとんど、てか、ほぼこれ固定だと思う、僕。正直。これが安定するもん。安定強いからね。そっちのパーティー、ドラゴンキッズいるじゃない。後悔するといいぞ、ドラゴン入れたってこと。はい、こうなるやっぱりさあ、事後フラッシュか。強いんだよな、これ。うわ、強い。あ、やっぱり。そうそう、こうなるからな。さあ、こちらは何をする？バギマー。真空の呪文が吹き抜ける。よいしょー。あー、微妙。ドラゴンキッズが強いか。お、ビビリギリ行きましょう。ビビリながら、よいしょ、オッケー。いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。さあ、リリパッドも続きます。ただ、ちょっとゲームかかってたね、今。おやーそう、よいしょやる。ゲームワークかかってんのに。やるじゃない。デイン。デインの攻撃。さあ、持ってんのそれあれだろ。あー、出た。眠らせる杖。やだ。あ、寝た。やべ、魔法意味できない。こういう時になると結構大変なんだよな。お、でも、スペシャルカード向こうは使ってないね。これで終わりっすよ。バギまで。ソウルといえば、バギ属性、オッケーいいっすね。相手チームの登場だ。あー、ビッグワイト、はぐれメタル。じゃれつく。はぐれメタルいますね。はぐれメタルはね、このゲーム超強いんですよ。でもね、ぶっちゃけこっち勝ち目がもうあるんで大丈夫です。よし、行きましょうか。はぐれメタル向こうにいるけどね。まあでも大丈夫だと思います、多分。このソウルパーティー本当にね、今のところ安定してるんで。まあガンガン行きましょう。お願いします。ここから何をしてくるかですね。様子を見る。これはカウンターの構えです。ビッグアイに攻撃すると、カウンター攻撃が来ますね。ちょっとまさかのハグル、ガトリンガタック。ヒットアンダーベイを見せてほしかったな。多分そんな効かないですよね。うん、力あんま高くないから。さあ、ここがバギマです。これはビッグアイが反応してしまうか。まあ、しょうがないです。行きましょう。ハグルメタルは呪文効かないね。あ、やっぱ効かない。さあ、砲撃したんで、攻撃しちゃったんで、やっぱりビッグアイがカウンター攻撃します。泣き出すガード。ナイスガードです。よかったよかった。お、いいね。ホイミ。ホイミで回復しつつ、じゃあ向こう何してくるの？キャダイン。キャド系呪文か。うわ、強いんちゃう？これ結構。うわー、結構痛いな。さあ、吸い取りの矢、これはビッグアイが反応します、また。うわ、全然効いてないじゃん。しかも回復するんでしょ？回復して向こうが来るんでしょ、また。やだ。また来る。ああ、ああ、行きましょう。2体目、2体目叩き込みます。守るだけがソウルじゃないんですよ。このゲームには特有の性質がありまして、この魔法意味が強い理由が今から分かると思います。ちょうどいい。
このマホイミっていうのは究極先行呪文なんですけど、実はですね、皆さん驚くと思います、これ。魔法って普通効かない相手これパッと見いるじゃないですか。関係ないんですよ、魔法意味は。いきますよ。ドーン、ハグレメタルに効くんですね。なんとこの呪文、ハグレメタルなどメタル系も貫通してしまいます、なんと。だから強いの。僧侶の魔法意味を強い理由って、ハグレメタルとかにも普通に取っちゃうんですよ。いやーもう順調っすね。2ターンキルばっかしましたんで本当に安定しますね。決勝戦ね、多分もうあの一人でしょ。長期戦にも連れ込む熱戦だったと。何を言ってるの、本当に戦い見れた。2ターンで持てたよ。さあ、そうだよね、匠さんね。うん、いいねこの感想。僕の勝利も見たいんだろうね。わあ、そうそう、こいつボンボンキャラだもんな。スペシャルカード何使っていくんだろう。この決勝戦がどうなんだろうな。一発でいきたいな。